ありがとうございました。まもなく終着、釧路です。釧路では、すべてのドアが開きます。スーパーオーズラ号、もうこれも普通車の指定席でいいやと思っていたんですが、修学旅行団体が乗っており、もうグリーン車しか窓側の席は空いておりませんでしたので、またもやグリーン車ということになってしまいました。なんかね、グリーン車ばっかりに乗って、まあこの旅ずっとそうでしたけれども、最後はもう自分の感覚で普通車でもいいかなというふうに思ってはいたのですが、釧路駅で大急ぎで買ったお弁当はこちらでございます。ありがとうございました。当駅は今度は白ぬがです。だんだんなんだか寂しいようなね、そんなイメージを持ってしまうように変わってきた、そんな白ぬがですが、それなりにお客さんも住んでまた乗っているようでございます。向こうに見えますのがまた太平洋で、ここ初めて見た時は瀬戸内海とかあの辺のことをいろいろなんか喋ったような気もいたしますが、まあとりあえず置いておくとしてね、なんかちょっと荒れているような、そんな印象を見せます。この隙間からですね、他のお客さんのプライバシーをあまり侵害しないようにこっそりと映したこの太平洋ですが、隙間から見るこのような少々荒れたうねりを伴うような海、これもまたなかなか良いものです。こういう見方もね、あるんだな、こういう魅力もあるんだなとここでね、認識しましたが、しかしまあやはりできることだったら立って見に行きたいものでした。これできたんですけれども、デッキまで取りに行くのがめんどくさいというか、グリーン車のこの重苦しい雰囲気ではちょっとそういうことはできないのかなとまた思ってしまったわけでございます。窓もね、眩しいので、私もとりあえず見たり、それからカーテン閉めたりいろいろやっておりましたが、このように根室本線はおおむね景色がよろしくと思ったらね、急に天候が変わったりちょっと忙しいんですが、まあそれでもね、遠くまで見晴らしもよろしいですから、乗っていても楽しいところ、まもなく帯広というわけでございます。帯広からはお客さんがそれなりに乗ってきて、私は2人掛けの窓側でしたから、通路側にもお客さんが乗ってくるということになりました。 JR 北海道のグリーン車の需要は大きく、これ別に4列の席にしてね、 JR 東日本のように値下げした方がまあいいんじゃないかなという気がするんですがね、それはなかなか難しいことなんでしょうか。まあ座席の配列をね、変えるとか、車両の重量が増えるとか、振り越し機動車の場合はまあありますから、仕方ないのかもしれません。帯広から先、この辺りはね、もう何度もご紹介しているように、食料自給率が軽く 1000% を超えるようなところで、もう食料の倉庫が大量に並んでおります。見るたびにね、いつも言ってるような気がいたしますが、日本のアメリカ、カナダ、そんな場所でございまして、遠くの離れたところにもまたその加工の工場でしょうか、わかりませんが、いろいろと並んでいて頼もしいものです。本当に食料倉庫ばっかり、こんなに倉庫がいっぱいあるのかと、ぜひ皆さん行ったらば帯広周辺で車窓によく目を凝らしていただきたいと思います。
私も初めて宗谷本線じゃなかった根室本線に乗った時、ちゃんとこういうことを実感してはおりませんでした。初めて見ておーすごいとその実感するというのはね、まあそれはできることなんですけれども、ちゃんと窓の外の景色ずっとね何か考えながら見るということはなかなか初めてではできないのかもしれません。2度3度4度とこのように乗ってきて、ああこれは今度ビートのあれだなとかね、こうその土地の全体を把握していくにつれて、どんどん車窓を何度も何度も見る楽しさもねまた増えていくんじゃないかなと思います。随分秋がもう始まっているところ、まあ深まっているとはそこまでは言わないかもしれませんけれども、これ一列にずらっと並んでいてね、何か多分教会に木を植えているということなんでしょうか。遠くの方にはまた食料でしょうかね、積んだ大型トラックなども少しずつ走っており、まさに十勝平野だなという印象を持ちます。本当にねこれ素晴らしい景色だと思います。まさにこれこそ北海道でありまして、こういう景色はね皆さんも鉄道を好きな方ならぜひ見に来ておられると良いかと思います。北海道の鉄道って意外と乗ったことがないという方が多いかと思いますからね、確かにね縁がないような地域だから面白さはね分からないのかもしれませんけれども、しかし、ここはね、なんだか乗ってみるとやっぱり分かると思うんですけれども、国内の JR で、海外の鉄道に乗ってるようなそんな気分といいますか、私海外には行ったことありませんが、あここ全然違うところだな、まさにこう異文化というか、本州のあの狭い鉄道だけ乗ってそれでいる満足しているのではあまりにももったいないと思います。ぜひ北海道にね皆さんも来ることを私は一人の乗客としてお勧めさせていただきます。さて、新都高を出ますと列車は刈勝峠を越えるということになりますが、右側下の方に見えておりますのが旧刈勝実験線とか、まあ、旧根室本線とか言われるところです。列車は一応路線上はもう先ほどの新都高を出てから石勝線に入線しておりますが、ただいま走っておりますところはずっと根室本線と共有しており、途中新刈勝トンネルの中で上落合信号場という分岐部分があり、そこで列車は正式に石勝線の線路を走り始めるということになります。峠越えの区間ですからどんどん列車が登っているのが分かり、また景色もね随分と荒涼といいますか、もう山とそれから森林しかないというような状況になり、雪もきっと深いんでしょう。スノーシェットと呼ばれてポイントが凍てつかないような大きな屋根のようなものが設けられております。こんなところでもねスーパー大空最高速度自体は落ちてしまいましたけど、もう外の景色に比べると高速で運転しておりましてね、なかなか見ていてもやっぱり面白いなと思うわけでございます。だんだんね山の上のあたりまで登ってきました。このあたりもまだ根室本線との共用区間、残念ながら上落合信号場から分岐したところに関してはもう現在運行はされておらず代行バスでの運行となっておりますから、このあたり刈勝越えの景色を一部楽しむにはもう石勝線の特急列車に乗るしかないということになっております。なお石勝線は普通列車の一切走らない区間ですから、新徳親友割間につきましては乗車券のみでの乗車が可能となっており、なかなかここも面白いところ。次のトマムまでは列車はねしばらく止まりませんで、20分30分近くあったんじゃないかな、30分はかからないかな、そんな状況ですから別に特急しか走っていないというのも何ら不思議ではないわけです。線路が2つに増えました。これはねでもまだそろそろ分岐するのかなと思いますけれども、あくまでトンネルの中でございまして、2つに線路が分かれた状態でしばらく走ってまたそのまま線路が並走していくような気がしたんですけど、ちょっと違いましたかね、ごめんなさい適当なこと言っちゃったかな。まあもうそろそろね、しかしそれでもトンネルに入って列車は分岐をするというところまで参りました。奥の方にもねこのように刈勝の山が見えております。あれも多分その辺りでね刈勝これを分かつようなところだったかなと思います。信号場が数多くあり、この辺りの信号場には駅名標がついている、なかなかそんな面白いこともあります。おそらく列車がただいま走行しておりますのが新刈勝トンネルかと思います。このように伏線のトンネルにもうトンネルの中で変わりました。そしてこれがもうそろそろこのように2つに分かれ、そして今分かれたもう片側根室本線、こちらはもう現在運行されておらず、また今後も運行される可能性はないものと思います。そしてこのトンネルを抜けますとまさに十勝から石狩に入ったということで刈勝へ入ったわけです。天候が変わってしまいました。峠を越えたその瞬間天候までガラリと変わる、本当にすごいなと、今まさに峠越えをしているその実感をさせてくれるような雨にはまたここで私はね感謝を申し上げたいと思います。いちいち感謝されて雨もね嫌かもしれませんけれども、こんなスピード感ある楽しい旅ができること、これはやっぱり素晴らしいことです。特にこの辺りの線路の維持管理が本当に大変なのだということはね、この沿線のすぐ脇に並走している自動車がわずか通れるかどうかなというような道の様子を見ればすぐに分かることで、 JR 北海道は本当にこんなね楽しい旅をさせてくれてありがとうとやはり思われます。この辺りもともと石勝高原と呼ばれていたトマムの駅に到着です。トマムにはね星野リゾートトマムという有名なリゾート施設があります。トマムを出ますと次はもう南千歳、このスーパー大空号の停車駅はかなり少ないものです。峠はもう下り坂ですから随分とねスピードアップ、まず先ほども別に苦しそうには見えなかったけれども、しかしさっきよりも一段とスピードは増したように思われます。
こんなカーブの続くような区間ですから、もともとはね振り子式制御装置、制御付き振り子装置、そんなものをね搭載していたんですが、残念ながらもう車体の劣化を防ぐために現在では使用していないということ、これがちょっと残念であります。また窓がね、汚れているのも残念なんですが、その分このようなボワボワした景色なんかをね楽しむこともできるわけです。新夕張が近づきますと、もともともみじ山と呼ばれていたこの駅ですから、近くではねもう山の色が変わっているのが見えまして、これもまた美しいものです。本当はねもっともっと全区間でよく晴れていてほしかったなとは思うんですが、しかしこのもみじ山周辺の景色がねちょっと色づき始めたあたりの景色が晴れの元で見ることができるようになっていたのはまあ良かったかなと思います。この辺り、もうそろそろ列車南千歳に着くというところ、まあ、ここはまだ違うんですけど、とりあえず省略させていただきましょう。南千歳です。停車時間はわずかです。大荷のお客様は忘れ物のないようお早めの支度をお願いいたします。チケットホルダーをご利用のお客様